エビと。でこれ、これは香味野菜用のタレ。これ、ごめんなさい。ミシュランガイド自社ブランドで、駐車場がこうなってます。はい、はい、というわけで、この日生港からの近くの港町に来てます。まあ、昔栄えたんでしょうね。いろいろと商店が、並ぶこの一角に今日の舞台があります。こちらです。三島水郷大王ということで、こちらなんですけど、実はあの有名な称号を得たという情報を得たので、というわけで今日はこちらにお邪魔しようかなと思います。はいはい、行きましょう。あ、旅館なんですか隣よ。あ、ね、ちょっとすいません、お邪魔します。お邪魔します。すいません。水餃子の中でも3種類あると。おお、これ楽しみですね。サンダータンメン、タンメンは同日中。あー、これこの今話題の、ミシュランガイド、京都大阪プラス岡山2021年、はい、これ載ってるということで、今話題のお店の一つとなってるということで、はい、これお持ち帰りができるんですね。はい、冷凍水餃子という感じになってます。私はもうこのままが好きだけど、このままで食べて入れるからお好みがあるわけです、うん、私はもうこのままで。すごい、このちゃんと自社ブランドというかね。はい、これ好みが大変ですけど、好みでどちらでもいけますので、香味野菜、普通のやつとエビと。で、これは香味野菜用のタレということです。エビは？エビも食べてみて、とりあえずちょっと一番お汁が、うわぁ、これつけていただくと通常版。あ、うん、お酒が飲みたくなるやつ。これ昼間から、うん、ネタではいけそうな気がするで、うん、うわー、これ、ごめんなさい、肉汁が、だから肉汁がね、じゃあエビになります。いただきます。
エビがこの、うん、よっしゃ、うわうん、ちょっとしますね、お酒飲みたくなる。ラーメンなら、ね、酢のお酢の味がいただきます。うん、あーこれ美味しいですね。なんかつるっと、うん、はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お願いします。こんにち限定と、こんにち限定だ。そうなんですよ。はい、お疲れ様でした。はい、こちらミシュランガイドに入ったということで、まあ、こういう感じですね。これずっと行ったら、2号線になります。で、こっち側行ったらゴミの市、日生港とかゴミの市があるところです。まあ、目印になるのが何かあるかな。近くにローソンがありますね。ローソンがね、そっからなんで駐車場もあります。はい、というわけでまたお願いします。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、岡山県備前市日生町にあります三トン水餃大王さんという、水餃子の、ね、が美味しいお店に行ってきました。こちらなんですが、ミシュランガイド2021年に掲載されるほど、かなりね、満足のいくお店ということです。うま味が濃く満足度が高く、当ての一品にしたいほど美味しかったです。はい、駐車場はね、お店からすぐ近くの場所にありますので、その辺に停めてください。5台6台行けるかなという感じです。営業時間が11時から、夕方の、17時ですね。はい、定休日が火曜日になってます。で、12月は、お忙しいようでお持ち帰りのみの営業となっておりますので、皆さんぜひ行ってみてください。とても美味しかったので、また僕も行きたいなと思います。はい、ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。